2024年3月16日、JR 各社をはじめとした鉄道各社がダイヤ改正を実施。北陸新幹線の開業や京葉線や房総特急の運行形態見直しなどの大きな話題がありましたが、東海道線では熱海をまたぐ列車がさらに減少。古くは遥か遠く浜松方面まで足を伸ばしていましたが、国鉄分割民営化ゆえか、徐々に熱海を越えて走る列車が減少。2004年にはムーンライトながらの送り込みを兼ねた列車を除いて、東京からは沼津までの運転に。また日中の運転が廃止され、朝夕のみの運転になったのもこの時。2007年にムーンライトながらが臨時列車に格下げし、車両の受け持ちも JR 東海から JR 東日本に移行し送り込み、列車の必要はなくなったものの残されましたが、それも2012年で廃止。2015年に上野東京ラインが開通するがらみで、さらに一応復元便。その後はこの状態で推移していましたが、2024年3月改正でさらに減便。東京発は早朝と夜のみで、沼津発は朝のみとなり、夜の東京直通は全廃となりました。しかし、その代わりとなる列車が用意されており、それが、なんと JR 東日本車5両編成。夕方に甲津を発車し沼津へ。そして、熱海との間を2往復した後、甲津へ戻るというもの。JR 東日本車による、JR 東海エリア内完結となる列車を含む運用は、2012年に、御殿場線への直通列車廃止に伴い、御殿場線内の満員運用が廃止されて以来12年ぶりのことになります。さて、東京からも、人気の観光地である三島や沼津から、特に、帰りの時間の東京方面直通列車が全廃になり、どのような状況になったか、ダイヤ改正初日に観察してきました。品川駅を15時45分に発車する甲津行き、改正前は沼津行きだった列車で、これが甲津で沼津行きに連絡するようになります。先行の熱海行きで一足早く甲津にやってきました。甲津では御殿場線との乗り換えの便宜を図って、あえて2番線着発になる列車も多く、この列車もその一つです。すぐに御殿場線の山北行きも発車。いつもと変わらない313系ですが、今回のダイヤ改正で本格的に運用を開始した1300番台。御殿場線と身延線でワンマン運転の列車が増えることにより、中央線や飯田線で走っていた1300番台がこの度転属した次第。転換クロス車が関東でも増えました。次に2番線から発車するのが今回のメインである甲津始発沼津行き。ポイントの進路の開通状況から、交通車両センターから出庫してくることが伺えます。16時40分過ぎ、交通車両センターから来た沼津行きが姿を現します。初日の車両は E233系。東京から直通する沼津行きは10両編成であること、東海道線での E233系運用開始は御殿場線直通廃止前の2008年ながら、廃止まで E231系が専属的に入る運用だったことから、 E233系の付属編成が JR 東海エリアに定期列車で入線するのは史上初の出来事です。少し遅れて甲津止まりの列車が到着。4番線の到着で折り返し東京方面へ向かいます。終点なので当然高所客は多いですが、初日ゆえ沼津行きに連絡することがあまり知られていないのか、ダッシュする乗客はいません。
そして御殿場線が到着。折り返しは御殿場経由の三島駅。新幹線接続を考慮した列車ですが、今や1日数本のみの行き先。16時53分、帝国通りに発車。乗客は思ったほど多くなく、立ち、客は5つも座席も、若干の空席がある程度。This is the Tokaido Line train for Numazu. The next station is Kamonomiya, JT15.ご乗車ありがとうございます。この列車、小田原発に停車する沼津駅です。小田原到着時刻は17時15分、真南部17時12分、湯河原17時16分、再び17時22分、終点沼津17時44分、これを停止します。お帰りすると思います。高野宮、小田原、早川、水川、真南部、湯河原、熱海の順の停止です。高野宮です。いつもと変わらない放送に思えて、グリーン車がないので、当然、グリーン車に関する案内はカットされています。小田原で、乗客の入れ替わりがあり、車内はやや空きました。この時間帯に、沼津へ向かう流動は限定的でしょうからね。根府川に到着。当然、ここから乗車する人は、ほとんどいません。JR 東日本管内としては、東海道線唯一の無人駅なくらい乗客がいませんからね。湯河原では疎開留置されている E217 系に遭遇。神津から30分熱海を発車。向かいは後続の島田駅。今年から静岡地区にも315系が投入されるため、211系の活躍も最終章を迎えようとしています。乗客は5両でも十分なくらいの乗車率。この電車は東海道線沼津行きです。次は三ヶ谷です。三島を発車。ここまで来ると車内はガラガラ。乗客の多くは富士、静岡方面へ向かうため、あえてこの列車には乗車しないからでしょうからね。次は終点沼津です。 The next station is 沼津 Terminal CA3。 神津を出て50分弱、沼津に到着。この初列車を捉えようとカメラを構える人の姿が散見されます。おや、隣のホームに列車が止まっていますね。乗客は一斉に階段の方へ。沼津では島田駅と御殿場線の交通行きに数分の連絡です。一応後続の熱海始発の島田駅よりも早く静岡方面へ向かうことができます。17時44分、御殿場線の交通行きが発車。車両は2600番台なのでツーマンの列車。ワンマン運転は身延線で特に増えており、先ほど見た転換クロス車の1300番台は思うほど御殿場線では遭遇しないのかもしれませんね。続けて島田駅が発車。実は三島始発で、沼津で、神津からの沼津止まりからの連絡を受けます。さて、そのまま熱海へ折り返すんですが、一旦ドアを閉めるようです。先行して、17時57分発の熱海行きに乗せるためでしょうか。
立て続けに貨物列車が通過。10分も経っていません。この列車は JRF のサービスマークが残る旧塗装の EF210 型。すでに JRF のサービスマークは使用を中止しており、順次コンテナは JR マークへの切り替えが進んでいる状況。まだまだサービスマークを掲げたコンテナは多数現存するものの、今年度は2900個申請すると発表されており、見慣れた貨物列車の姿もそう遠くないうちに記憶の彼方に走り去っていきそうです。17時57分発の熱海行きが到着。そして先ほど熱海で見た島田行きも到着。E233 系の熱海行きは沼津止まりからの連絡を受けるようです。先行の熱海行きが発車した後、ドアが開きました。側面の行き先表示は、始発駅ならではの停車駅スクロール一挙表示ではありません。18時7分、沼津止まりが到着。浜松を15時51分に発車した列車です。多くの乗り換え客が見られますが、連絡を受ける列車は4両なので、5両の E233 系なら、積み残しの懸念はないでしょう。車内はこんな感じでした。18時10分、帝国通りに発車。次は三島です。This is the Tokyo Line train for Akami. The next station is 三島 CA2. 神奈美を発車した後の車内はこちら。立ち客がちらほら見られます。まもなく終点熱海です。新幹線東海道線小田原東京方面と伊東線はお乗り換えです。The next station is 熱海 Terminal CA0. Please change here for the 新幹線 the 東海道 line for 小田原 and 東京 and the 伊東 line.自動放送はもちろん対応していますが、 JR 東日本エリアに直通しない列車で、このアナウンスは激しい違和感を覚えますね。列車は4番線に到着です。東京方面へは5番線の列車に乗り換え。対面接続が考慮されていますが、すでにホームには多くの待ち客がいますね。ちょうど伊東線も到着。東海道線は紀ノ宮から回送で入線します。元は沼津始発でしたが、熱海始発に変更。一方、沼津行きは18時39分の発車。折り返し時間はあまりありません。元は島田行きでしたが、JR 東日本社の運用に変わったことで、沼津で島田行きに連絡する形に。先行の18時21分発は東京方面からの直通でしたが、熱海で分断され、行き先はそのままに JR 東海社の運用になっています。東京方面行きの方も、あまり混雑している印象は受けませんね。足元に目をやると、5両編成用の乗車目標が新設されていました。少しして、折り返し豊橋行きが到着。この列車も4両編成。静岡地区に投入される315系は、4両編成のため、その準備なんでしょうか。今回の改正では、先行して315系が投入されている名古屋地区で、315系と313系の連結運転が開始されたため、静岡地区でも同じような組成が見られるんでしょうかね。現状2300番台はワンマン設備は準備だけにとどまっているため、今後ワンマン運転に必要な設備を整備しない限りは315系の増結に使われることもなきしにあらずでしょう。
意外と、先ほど沼津へ向かった E233 系がすぐに折り返してくるので、熱海の次の神奈見で下車。あ、ちなみに、今回の取材は、18切符で行っているため、折り返し乗車しても問題ないのです。19時6分発の熱海行きが到着。浜松から来た列車です。6両なので、空席が目立ちますね。神奈見駅のホームからは、三島の市街地を一望できます。ちなみに、寸津線の台場駅までは3キロほど。19時16分、沼津で折り返してきた熱海行きが到着。車内はガラガラ。この列車の場合、沼津で接続を受ける列車がないため、単純に、沼津や三島で拾ってきた乗客だけを運んできます。東京直通であれば、沼津や三島で、この列車に意識的に乗り換えするでしょうが、この度熱海止まりになったことで、静岡方面から来た乗客は、そのまま熱海まで乗るという選択がなされているのでしょう。なお、この列車に乗っても、先行の列車に乗っても、熱海で乗り換えとなる列車は同じ列車になります。熱海に到着。今回も4番線の到着です。入れ替わりに浜松行きが発車。先行列車の折り返しです。そして、19時26分発の宇都宮行きが発車。時刻は変わらず、単に始発駅が沼津から熱海に変わっただけです。この後三度沼津へ行き、そして神津行きとなって神津へ戻り、そのまま車庫へ戻りますが、もう東京方面への帰宅客はあらかた帰った時間帯になるので、調査はここでおしまいです。ということでご覧いただきました。三島や沼津からの帰宅の足がなくなったように思われましたが、単に乗り換え駅が沼津から熱海に変わった。とりあえず来た列車に乗って熱海で乗り換えるようになったというだけで、そこまで利用者が困っているような印象は受けませんでした。体感としては、5両でも十分間に合っている印象を受けました。先行列車の混雑状況を見ても単純に間引いても問題なさそうですが、東京方面への利便性確保と、三島、沼津都市圏の利便性確保のほか、車両使用量の総裁といった役割があるものと推測されます。また、今回の改正では、グリーン料金の体系も見直されており、IC カードでの乗車か、磁気券で料金差がつけられることになり、JR 東海エリアにまたがる乗車には対応していない IC グリーン券の取り扱いの煩雑さ、また、出発地と時間帯から日頃利用しない不慣れな客の混乱防止という効果があることでしょう。東京方面へ利用する場合、日本とも熱海では、ホームの反対側への乗り換えとなっているあたり、極端な不便さを感じさせないような配慮を感じますね。ということで、今回は、東海道線のちょっとした運用見直しを現地レポートしましたが、放送部では、今年も、ダイヤ改正 B 級ニュースのために情報を収集中。鮮度の高いうちにお届けしたいのですが、なんと情報源にしている東京時刻表の発売が、3月27日とかなりのんびりしており、早くても4月上旬になるか、それとも情報がつかめる JR 関係を先行してお届けするかのいずれかになると思います。このチャンネルでは、首都圏の鉄道をはじめとした交通関係を専門的に扱っていますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。動画の公開予定は、チャンネルのコミュニティ欄または X で告知しています。高評価、コメントぜひお寄せください。それではまた次回の動画でお目にかかりましょう。